メンズ同士でイチャコラしています。犬の秘密基地なの始まるよ。ポテトチップ姉妹のベッドに侵入を試みるチャッターロードも犬の秘密基地です。チップちゃんに軽く挨拶をして、チップちゃんどっか行ってしまった隙にスイ君がベッドを奪い取る。一時のチャッタローフィーバーも終わったようで、みんな急にまったりとし始めました。ポテトチップ姉妹はこのチャッタロー君ベッドが気になっているご様子です。チャッタロー君はムクムクとチャッタローベッドから出てきたようです。やはり気になっているようですね。そこにどんぐりちゃんもやってきました。何か匂いがするのか、チップちゃんだいぶ気にしてますね。しばらくしたらポテトちゃんがチャッタロー君ベッドを使っちゃっています。チャッタロー君はポテトちゃんの後ろにこっそりいます。チャタチャチャコンビと一緒に寝るミーチャダックスのスイ君、アン君は冬眠します。こっそりとポテトチップ姉妹のベッドを使っていたベリタスちゃんですが、スイ君に追い出されてしまったようです。そしてミニチュアシュナウザーのウィル君が久しぶりに合流です。早速みんなと挨拶をするウィル君、と囲まれ気味です。ちょっと人気者状態のウィル君、ポテトちゃんとスイ君に挨拶。一通りみんなと挨拶の終わったウィル君は、自分からチャッタロー君のところへぐいぐいと絡んでいきます。ぐいぐいと頭を押されるチャタロー。チャフレンドのチャチャマルくんがちょっと心配そうに来てくれました。ウィルくんとスイくんは仲がいいのか、メンズ同士でイチャコラしています。こっそりとイチャイチャしてると思ったら見られてた。ポテトチップ姉妹とチャコンビは一緒に休みます。まだまだお泊まりが続くポテトチップ姉妹、チップちゃんはまだまだ元気です。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私プーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。